山崎隆は日本の映画監督、長野県松本市出身、白組所属、長野県松本市出身、松本市立清水中学校、長野県松本県が岡高等学校を経て、阿佐ヶ谷美術専門学校卒業。13歳の時に、スターウォーズとミッチとの遭遇に出会い、特撮の仕事を志すようになる。 1986年に株式会社白組に入社。CM や映画でのミニチュア制作を担当。大病人、静かな生活など、伊丹十三監督作品で SFX やデジタル合成を担当する。オリジナル作品、ヌエ、ヌエを企画するが、予算の面で思うように企画が進まなかったため。 現実的に実現可能な規模の企画として提出した2000年公開のジュブナイルが映画監督としてのデビューとなる。2005年、オールウェイズ3丁目の夕日で第30回放置映画賞で最優作品賞、日本アカデミー賞の監督賞を受賞、映画監督としての格好たる地位を築いた。また、同作品は日本アカデミー賞の全部門で受賞し、2006年に 行われた日本アカデミー賞受賞式では主演女優賞を除くすべての部門で最優秀賞を受賞している。2006年ブルーリボン賞でも監督賞の候補として発表されている。2013年より設立された VFX Japan Award では a l ウェ y s 3丁目の夕日64が劇場公開映画部門フレンズもののけしまのなきが 劇場アニメーション映画部門で受賞し、山崎は映画に部門でのダブル受賞となった。2017年12月、東京2020開会式、閉会式4式典総合プランニングチームの一員に選ばれた。いつか撮ってみたい映画として、原作版、風の谷のナウシカの実写映画化を挙げている。私生活では、2012年4月に、専門学校時代からの仲間である。 映画監督の佐藤島子と結婚している。また、バンプ・オブ・チキンのファンであることを公言しており、映画の主題歌をオファーしたり、逆に、涙のふるさとなどのミュージックビデオや、ツアーのオープニングムービーの制作を受け負ったりした。痛み映画に、白組として参加した山崎は、痛み13について、痛みさんは、VFX をすごく楽しんでくれ、僕らとも、 対等に話をしてくれた。伊丹さんによる演出や監督としての立ち居振る舞いなどをそばで見ることができたことは今思えばとても貴重な経験でしたと語っている。ありがとうございます。